はい、皆さんおはようございます。今日は2020年1月3日、金曜日になります。前回のね動画で、ご紹介した通り、今日はですね仲間と、栃木県のね安住神社の方に、初詣に行ってきます。まあ基本はね、安全祈願なんですけれども、しっかりお祈りをしてね、今年1年また安全でね、無事故無違反、それから立ちこけ、これがないようにね、しっかりとお祈りをして、今年のツーリング、まあツーリングだけじゃないですけどね、バイクと付き合っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでただいまの時刻ですけれども、ちょうどね午前7時です。気温はね1度ぐらいです。すごくやはりね、車の窓とかには霜がつくぐらい寒いんですけどね、だいぶ厚着をしてますんで、今走っててね、そんなに寒くて行くの嫌だなっていうような感じではありません。現在向かってるのはですね、道の駅下妻というところへ向かってます。ここで仲間と合流する予定でおります。まあ仲間って言ってもね、近所じゃないんで、やっぱりちょっと合流するポイントっていうのがちょっと現地近くになります。その道の駅下妻まではね、一応一般道で行く予定です。昨日もちょっといろいろルート調べたんですけどもね、高速乗って、まあ、東北道を乗っていくと比較的近いのかなと思いましたけど、到着時間調べるとね、一般道で行っても30分ぐらいしか差がないんですね。で、無駄に高速代使って寒いスピード出してね、寒い思いして30分しか差がないんだったら、のんびり一般道で行った方がいいかなというふうに思ったんで、ちょっとね一般道で道の駅下妻の方へ行く予定でおります。朝日が当たって綺麗ですね。キラキラしてます。意外とねここの並木好きなんですよね。いいな。まあ今先頭走ってますんでね、空いてるように見えますが、後ろにはいっぱい車がくっついてきてます。いやー、ゴルフ場もなんかみんな霜が降りて真っ白ですね。こっち眩しいよ。真っ白。こういう時はねクラブがね跳ね返ったりするんですよね。はい、ただいまね下妻南のローソンでちょっと寒さに負けて休憩しました。今ね時間がちょうど9時回ったところです。ここからはね待ち合わせの道の駅までは6.3 キロなので、まあすぐ着いちゃうと思うんですけどね。とにかく寒いです。もうね指先がもう痛くて、もうなんかあったかいものをね手に持ちたくてローソン入りましたけど、さっきもねちょっと温度計見たらまだやっぱり1度なんですよね。もうちょっとあったかくなってくれるといいんですけどね。声も寒々しいでしょ。参った、こんなに寒いとは。今ね自宅からちょうど、88キロ走りましたね。本当に寒いです。結構着込んでるんですけどね、それでもこんな状態ですからね、厳しい。バイク嫌いになっちゃうね。バイクの乗れない。
それぐらい寒いです。ここか、ぐるーっと回るんだね。この信号を右折してまた右折。今ねバイクが何台かと思ってたんだよな。さあ道の駅へやってきました。いるかな。あ、まだいないな。一番乗りでした。結局俺が一番遠いはずなんだけどな。ここで待機です。皆さん改めまして、はい、明けましておめでとうございます。じゃあこれから、ムランさんと弟子さんとじゃあ参拝に行ってきます。さあじゃあ行きましょう。日付が書いてあってちょうど中央から入れないよ。はいはいはい。じゃあそうそうそう、はい、じゃあ顔出してください。面白いね。ああ、自衛官の、陸海空って書いてあるよ。あ、これだ、鏡餅。なるほど、お賽銭をここへ入れるんですね。金。はい、入れてください、金。お金出して、それより。カメラ出さなくていいから、お金出してください。金。お札は絶対届きそうにないね。お札は絶対に届かない、ね、これほら、でかいおみくじのこれですよ。おでかいの。これ300円ですね。300円でもいいんじゃないですか。ジャンボ300円です。これ気がちっちゃいからですね。よく振ってくださいよ、ムーランさん。よく振って、振ってから出さないと。さっき25番でしたからね。また25番なんか出さないでくださいよ。出口どこなの。お札はいかがですか。あ、少し出てる。日本で一番の。あ、ちょっといい番号ですね、これ。9番の、はいはい、9番の結果は勝吉。あー、ちょっと今年1年、ほら、御さんに笑われちゃったよ。今日じゃないからね。よく振ってください。49番です。なんか縁起悪そう。何して9と49。はいはい、ちょっと見て。何わかんない。チクチ？よかったじゃん。面白くねえな。ねえ、こいつがシールドなし。お待たせいたしました。こっちがシールド付き。シールド付き。
シールド500円ってムカつくな、ちょっと怒られちゃう、バチ当たりだ。甘酒、これアルコール入ってないんですか？入ってないです。入ってないんだ。じゃあ飲もう。ここ入れればいいですか？はい、ここお納めください。はい、どうぞ。じゃあいただきます。熱いので気をつけて飲んでください。ありがとうございます。はい、どうも。甘酒飲みます。ノンアルコールです。乾杯。乾杯。んな入ってないんだよ。もう飲んじゃった。いいですね。お米の味が感じられますね。こんなのもあるんだ。こいつに決めよう。フルフェイスの黒お守りしよう。はい、ありがとう。やったぜ。どうもお疲れ様でした。はい、ただいまですね、千葉勢とお別れしました。ちょうどね、三街道のところでねお別れとなりました。はい、2020年のファーストライド、バイク神社の安住神社への参拝ということでお届けしました。それでは今日はこの辺で失礼します。次回動画でまたお会いしましょう。バイバイ。